はい、黄金さん、おはようございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいんですけども、今日なんですけれども、まずはですね、昨日の、YouTube ライブですね、あの調整デグさんの、試合の方ですね、応援来てくれた方皆様ありがとうございました。いやー、予選ワールド、ね、WCIC の予選なんですけども、すごい人数の方来てくれて、本当にありがとうございます。びっくりしました。はい、またね、その観戦に来てくれた皆様が、朝鮮大軍さんの力になったんじゃないかなと思います。はい、何が面白かったかっていうと、レオネさんが腰いねになっててみたいな、なんでみたいな。まあこの間の週末の配信もそうなんですけど、自分ももうね、ここ大一番っていうところで、まあ連盟のメンバーの力を借りて勝つことはできましたけど、もう本当に自分あの日は本当に厄災っていうか厄日だったなと思いました。はい、まあ、その反面、昨日に関してはやっぱトーマさんが帰ってくると心強いというか、まあ、本当にね、自由人になれるので、はい、まあ、やっぱり配信に関してはやっぱりペアでやったりとか、いろんなね、多様ケアができるようにやってった方がいいのかなとちょっと思いました。はい、まずはね、何回も言って申し訳ないんですけども、週末ですね、自分の方でいろいろ皆様に迷惑かけましたので、本当にそこは申し訳ございません。はい、ただね、トーマさん帰ってきてますので、今後は、GCXX チャンネルのね、ライブの方安定していくんではないかなと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、そんなところで朝のトークやっていきたいんですけども、まずは、今日水曜日か、お知らせですね。まあ、ネクドリがどうなるかというところと、ストップザオランダをどういう風にかけていくのかというところで、スタイン、ブライアン、そしてレンセン、カイザーと、強力なシューターがね、多い中で、このオランダを、アムステルダムのデッキをどうやって止めていくかっていうのが、もっか課題になってくるんじゃないかなと思います。はい、一応ですね、自分は、ちょっとランクまでは何試合かやったんですけど、対オランダデッキっていうのは完成したんですけど、いかんせんでもそこまで勝率、ランクまで上位の方とかとも試合してましたし、連盟のメンバーとも試合したんですけど、正直やっぱうまいオランダの方に関してはなかなか勝率がね、上がっていかない感じ、多分本当に2分1くらいですね。もう日本パーの現状の限界か、現状というか自分の PS と日本パーの限界を感じます。はい、それがこちらなんですけども、バッカスに大体ね、センターフォワード連戦なんで、はい、連戦なのでバッカスに変えてみました。で大きく変えたところっていうのは、ヒューガーをついタックル外して雷獣パス積んだっていうところと、あと大きいところでいくと、もうグラインドボレー積みました、新田君で。これで、このね、グラインドボレー積むことで何が起こるかっていうと、ちょっととバフ勝ちをしてる状態だと、まあ、ドールマンは当然抜けるんですけど、バッカスも抜けるようになるので、まあ、ちょっとね、思い切って積みました。思い切ってというか、もともとね、動画でも出してましたけど、2枚、取ってたんで、はい、1個ね、積みました。本当は、何か、正直スピードタックル捨てて、はやぶさパスカットより素早いパスカット積んだ方が、ヘッジはかけれるかなと思うんですけども、まあ、自分の中で今穴になってるのはこのキャラクターですかね。はい、翼くんでも一番絶対自分の中で入れたいのは翼美咲くん、本当は葵くんも入れたいんですけど、はい、いろんなね、バッカス強くして、なおかつフィジカルフォメでやってるので、そうそういろんなキャラには抜かれないようにはしているというところで、まあ、モリモリで、はい、要はそうですね、ガードしながらモリモリでやってるというような形です。はい、ただこれのデッキで出陣するとデバフに合うんですよ。だから新田くんと葵くんが脅威で、それはそれで今までそのデバフが、ね、自分的には結構大好物だったんですけど、はい、それがね、ちょっと脅威に変わるっていうのも分かりました。はい、あとはこちらのね、デバフジャパンで最近ちょっと遊んでるようになって、これは結構デバフ同士になると結構いいのかな。はい、こんな感じですね。上下で70超えてるので、まあ、よっぽどバランス取れた、デバッパーではないとっていうのと、あとこれワンチャンオランダとも結構いい勝負できるので、はい、結構たまにストレス溜まって、このデッキでうまくいかないときはストレス溜まってるとこっちで行くようにしてますね。はい、さあ、そんな感じでございます。さあ、近況はそんな感じなんですけども、戦いに関してはワーチャーで皆さん終わりましたでしょうか。自分終わったんだっけな、多分終わ、すいません、
多分大丈夫なはず。ワーチャルあと2日あ大丈夫ですね、終わっておりました。あとはタイムアタックですね、はい。いや今期のタイムアタックのモチベがよく分からなくて、とりあえずクリアしてる状態なんですけど、多分ここが解放されたんで、ここをやっていけばいいのかなと思います。はい、日本選手のフィジカルに 20% なので、結構これはやりやすい人多いんじゃないかなと思います。はい、そうですね、まあ誰でもやれるんじゃないかな。はい、日本パーが一番やりやすいですもんね、移動距離とかもあるんで。はい、これは時間があるときやっていければと思っております。さあ、そんなところなんですけども、まずやっぱりそうですね、 WCIC とかみたいな形でやっぱりこうね、本当にその現役のランカーさんみたいな形の試合を見れるっていうのは非常に貴重でしたし、アーカイブの方残っておりますので、ぜひ見てない方はお時間のとき見ていただければというところで、こうやって、はい、オランダ対オランダのときはこうやっていった方がいいなとか、デバフに対してはこうやってやってた方がいいなとか、いろいろね、新しいところを見れるかなと思います。はい、あとそうですね、今日結局お知らせ待ちなんですけど、週末はおそらく最後の DCS の方もね、多分視聴率は高いかなと思うんですけども、 DCS に向けた、オンラインの最後のカップ戦ですか、こちらの方も多分やってくると思いますので、まあ、こちらの方どうなるのかな、どんなレギュレーションなのかなというと、箱牌は、まあ、もういい加減多分 C10 とか C20 とかになってくるんじゃないかなと思うんですけど、ここでね、修正かけてなかったら多分みんな怒る人めっちゃ多いですよね。だって箱持ってた人の勝ちになっちゃうんで、その辺はね、どうなのかなというところで、まあさすがにでも今回の上原さんは結構やれるんじゃないかなと思ってますんで、ちょっとね、上原さんに期待したいなというところと、最近上原さんあんまり出てきてくれないんで、上原さんまた出てきてくれると面白いなと思ってるんですけども、はい、毎月ね、その個人的にはなんですけど、先々月はちょっと YouTube ライブでも言ったんですけど、日本パーでかなり楽をさせていただいたではないんですけど、結構いい勝率な感じになってるんですが、今月はやっぱりそのオランダのね、スタインも来たタイミングから、やっぱりオランダパーかなりね脅威になってきて、デバフでも下げきらない、モリパーでもかなり強いというところで、どうしたらいいかなっていうので、今日十何日かなと思うんですけど、そこで考えついたのが、日本パーで勝つには、あ、これじゃないですね、これさっきのデッキっていうので、まあ、クリスマン、そしてゼダンの、ゼダンを、止めながらカウンターで攻めていくというような形と、バッカス漏れるだけ持っていくっていうところですかね。あとは飛空機、今までに弱に積んでなかったんですけど、飛空機でヒューガーに行ったっていうところと、あ、今更かよって言われちゃうとあれなんですけど、ヒューガー君実はね、パス積んでなかったんで、今日ね、初めて積みました。はい、そんな感じで、まあ、微調整でやれなくはない環境っていうのは作れるのかなとは思うんですが、まあ、スタインの端マッチをどういうふうに、ね、防いでいくかとか、いろんな課題もあるかなと思うんですけど、皆さんね、デッキの進捗はいかがでしょうか。はい、まあ、デバッパーの人はね、鬼デバをいかにやっていって、オランダからね、下げ切るみたいな形かなと思うんですけども、この昨日のね、YouTube ライブでレオネさんみたいな、なんだ、鬼ガードみたいな、上下77みたいなの出てこられちゃうと、まあ、だいぶ結構苦しいんじゃないかなと思います。はい。まあ、いずれにしても、今週というか、今月は多分、ネクドリの動向次第で、また一トレンド変わるかなと思うんですが、まあ、スタイン出たばっかりなので、まだアムステルダムデッキ続くかなと思うんですけど、アムステルダムデッキ終わっても、ブライアン・スタインっていう関係値だけは残していけるんじゃないかなっていう強さなので、新キーパー出るまではスタインが、まあ、ミューラーじゃなければ活躍していくんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとはね、どこまで行ってもレンセン・カイザー強いですから、はい、レンセン・カイザーがね、カイザー、まあ、そのキーパーによって向ける面を変えていけばいいんではないかなというようなところでございます。はい、さあ、そんなところなんですけども、まずは16時のお知らせ、そして週末から、ハイなのか他のイベントやるのかというところを注目しながら、今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。はい、
いやでもね、昨日久しぶりに YouTube ライブたくさんの方、本当に平日でしたけど来ていただいて誠にありがとうございました。引き続き WCIC の予選の方も含めてトーマさんと自分の方でお送りできるものに関しては GCXX だけではなくて、今回ね参加されている連盟さんのね応援配信どんどんやっていきたいなと思います。はい、というところで今日はこの辺で終わりたいんですけども、いつも皆さんご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録まだの方はぜひ、よろしくお願い申し上げます。それではまた。